湘南軌道は、かつて、神奈川県に存在した軽便鉄道及びその運営会社である。秦野で産出されていた、旗箱を東海道線の二宮まで輸送することを主目的として建設され、大正期には賑にわいを見せたが、1927年に小田原急行鉄道が開通すると衰退し、旅客営業休止、路線休止を経て1937年に廃止された。 廃止時点細い筒の上に、火の粉の飛散を防ぐための太い釜が取り付けられているという独特の形状の煙突を持った、第二本軌道鉄工部製の蒸気機関車が5両、運用されていた。廃止時点湘南軌道の秦の駅のあった場所は、千倍校舎農場付近で、現在の小田急秦の駅からは、離れている。廃止時点小田原急行鉄道が開通した際、すでに湘南軌道に、 肌の駅が存在したために、小田急の駅は大肌の駅と名付けられた。この駅名は、湘南軌道廃止後も続き、結局1987年に、地元の要望で肌の駅に解消されるまで、半世紀にわたって、肌の駅が存在しない事態となった。北起人に名を連ねる山口喜十郎は、福沢諭吉の弟子であり、大学になる。 以前の慶応義塾にて福沢から直接学んだ人物である。今を日本鉄道旅行地図帳は 10.1km、ハット ABCD、地方鉄道及び軌道一覧、府、専用鉄道。昭和10年4月1日現在、ハット AB、湘南軽弁メモ三3 8ページ名称は、軽弁鉄道であるが、適用法は、軌道条例のままであり。 廃止まで変わらなかった。湘南警弁メモワー百1 2 7から128ページ1934年、時点、全国乗り合い自動車騒乱、鉄道を統計。昭和12年度第3編監督1912年に3両、1914年に2両、配備。渡辺義春、湘南警弁メモワール p 4 2明治44年、神奈川県統計書、第5編。 P30 2021年7月9日閲覧。ありがとうございます。